清水時彦は、日本の厚生労働官僚、年金数理人。JP インベストメント代表取締役社長や、東京工業大学大学院イノベーションマネジメント、研究科客員教授、東京理科大学先端金融技術研究チーム、客員教授等を歴任した。1987年上地、大学理工学部数学科卒業、厚生省入賞。 厚生年金基金連合会数理課長、厚生省年金局企業年金課、基金数理室室長補佐等を経て、年金席、流金管理運用独立行政法人調査室長、として、ポートフォリオの策定に当たるなどした。年金席、流金管理運用独立行政法人投資戦略、部長、厚生労働省年金局調査室長を経て、2015年有致。 銀行プライベートエクイティ投資部長、東京工業大学大学院イノベーションマネジメント、研究科ファイナンス分野客員教授。2016年有致銀行市場部門執行役員、東京理科大学先端金融技術、研究チーム客員教授。2017年有致銀行市場部門常務、執行役員。2018年から、 JP インベストメント代表取締役社長を務め、第1号ファンドの設立に当たるなどした。この間、早稲田大学大学院会計研究科講師等も、務めた。2019年有致銀行常務執行役員、営業部門地域金融法人部担当権地方、創生、リレーション総合推進本部長、2020年フィデュー社創業、代表取締役、ありがとうございます。